岡本彩子は、広島県豊田郡秋津町出身、同在住の元女子、プロゴルファー。現在は、ゴルフ指導者。樋口久子らと共に、日本女子ゴルフの基盤を築いた、名選手である。日本の女子選手で、初めて本格的に、アメリカルップがツアーに参戦した選手としても知られる。日本女子、ゴルフツアーで44勝、アメリカルップがツアーで17勝。 日本ツアーの A 久シード権を獲得しているほか、1987年にはアメリカ人以外で史上初のルップがツアー賞金女王になった。瀬戸内海を望む秋津町、北にの生まれ。北には赤土土城で地元では赤崎と呼ばれる美しい丘陵地。この地で収穫されるジャガイモは料亭などに流通する高級品で知られ、岡本の実家も ジャガイモやタバコなどを作る農家のため、家の手伝いをすることで強靭な足腰が鍛えられた。おてんばな子供で男の子と野球で遊ぶことが多く、中学で野球部を希望したが女子は入れてもらえず、ソフトボール部へ入部した。ソフトボールの競合、愛媛県今パリ名徳高校に特待生として、進学。同高校卒業後、ソフトボール部を創部した大和宝石福井工場に、 就職。サウスポーの号泣エース券4番として1971年、和歌山国体で優勝。国体優勝の褒美で、縮小ハワイ旅行で初めて子供の頃から憧れたアメリカの土を踏む。ここでゴルフ場を見学したのがきっかけで、ゴルフと出会う。ゴルフを始めた時は、アメリカに行けるかもしれないというものだった。1972年に大和坊を退職後。 1973年1月に池田 CC に入社し、1974年10月に2度目の受験でプロテスト合格。この時、将来の夢はアメリカに行ってプレーすることですと答えたが、当時の状況では当然のごとく、やっとプロになったばかりで、日本で一生もしてないのに生意気と先輩たちの反発を買う。大和坊時代からその時のための準備に、 毎月3万円の給料の中から爪に火を灯すように貯金をしていた。アメリカで成功するまで実家にもほとんど帰らなかったと言われる。国内のトーナメント試合に欠場してマスコミの批判を浴びたこともある。広島弁のコンプレックスがあり、はっきりと物を喋らないことから優柔不断とみなされ、同僚からふにゃとあだ名をつけられた。プロデビュー1年目の1975年。 水のトーナメントで初優勝。杉原照夫が俺より30ヤードは飛ぶね。嫌になるというほどでソフトボールで鍛えた強いリストと強靭な腰のバネで男子プロ並みの飛距離ゴーダで鳴らした。当時はヘッドがパーシモンでできたドライバー、ボールは今のようなソリッドボールではなく糸巻きで。 飛距離も今のように出ず、当時の女子プロの平均飛距離は210から220ヤードぐらいであったが、岡本は240から250ヤードは飛ばした。岡本の出現は、日本女子プロゴルフ界にパワー時代を幕開けさせた。プロ4年目の1978年、アメリカルップがツアーテストを受けるが失敗。1979年、日本女子プロゴルフ選手権で、 初優勝し、岡本時代の到来を告げた。難度の高いコースで行われるメジャー競技は、パープレーが基本と言われるが、岡本と同学年のライバル、大迫達子と互いにバーディを奪い、奪い返すという異次元のゴルフを展開。岡本の記録した優勝スコア通算17アンダーは、当時の54ホール世界女子プロ最小スコア、記録だった。久子が、 女子でもこんなすごいスコアが出るのと驚嘆し、二瓶綾子が女性でもこんな爆発力があるのですね。私たちの時代とは明らかに異なるゴルフ。これは大きな歴史の曲がり角かもしれませんと話し、森口優子が同じコースでプレーする競技者でありながら、ギャラリーとして引き込まれてしまったのは後にも先にもこの試合だけですなどと語る、この激闘は、 ゴルフ史に残る伝説の史島十番勝負の一つに数えられ日本女子プロゴルフ解説期の一戦と語り継がれている。1981年、樋口を抜いて初の賞金女王。史上初の賞金3000万円突破、年間発勝最多対、年間平均ストローク72.55。1981年、日本の女子選手では初めて本格的に、 アメリカルップがツアーに参戦し、1982年から1992年の間、計1 7大会で優勝した。1985年には、腰痛で引退の危機に直面したが、1986年に、復帰2戦目で優勝。1987年には、アメリカ人以外で史上初のルップがツアー賞金女王になった。同年、 年間最優秀選手も獲得。メジャー大会での優勝はならなかったが、単独2位を4度、2位対を2度経験している。中には、プレーオフで敗れた大会もあり、ローラ・デイビースや、パッド・ブラトリーなどに道を阻まれた。特に1987年の女子メジャー最高峰、全米女子オープンで、再三にわたる、雨順延で6日間に及んだローラ・デイビース。 ジョアン・カーナーらとの名勝負は有名。日米3カ国のトッププレイヤーが大激戦を演じたこの1987年大会は全米女子オープンが真の世界一決定戦となった象徴的な出来事として USGA の公式 HP に紹介され岡本の名前が刻み込まれている。プレイオフが行われた同年の7月28日は全米のゴルフ市にも 大きな意味を持ち続けている。全米女子プロでは1984年から8年連続1桁順位、デュモーリエは2位3度。1983年から1991年までの間にルプがツアーの賞金獲得順位トップ1 2 8回入った。ヨーロッパ女子ツアーでも1984年メジャー昇格前の全英女子オープンで2位に11打差のぶっちぎり優勝。 1990年にもドイツ女子オープンでも優勝した。1987年日本人選手として史上唯一の日米女子ツアー2000連続優勝。1980年代の岡本の活躍は当時のマスメディア、スポーツ新聞も大きく報道し、夜中や明け方にテレビで衛星中継もされた。特に当時、 世界一早いゴルフ速報にシフトした東京スポーツは世界のあやこをダントツで一面に登場させた。東京スポーツは世界のあやこ活躍の歴史イコールトースポゴルフ面の歴史と言っても過言でないと論じている。1979年からテレビ東京でレギュラー出演した岡本あやこの NEC スーパーゴルフもゴルフ番組として高い評価を得た。 1989年、東京都が運営する、ワカスゴルフリンクスの監修を行い、以後、国内外の多くのコースの設計アドバイスを手掛ける。2006年暮れに、最愛の母を亡くしたが、それをバネに、10キロ減量が前提ながら、2007年から、再び女子ツアー参戦に意欲を見せていた。しかし、膝の故障が自身が思う以上に悪く、ブランクが長引いて、 現在の女子ツアーのレベルを考えると、本格復帰は事実上しんどいと思うと述べた。また2009年には、父も亡くしている。2008年協里秋津町に近い東広島駅近くに今を構え、広島と東京の半端家庭菜園や近所に住む、長兄夫婦の畑などで好きな土いじりをしながら、愛犬と暮らしている。今後は、 広島に生活の基盤を置く予定と話していたが、服部真優をプロデビュー後から指導して、以降、定期的に女子プロゴルファーへの指導を行う。文下生に、服部真優、氷、純子、青山香里、森田理香子、若林舞子らと増えてきて、文下生が口にする、師匠、綾子の教えが、シメにや。 スポーツニュースに登場する機会も増え、岡本の指導者としての実力も注目を集めるようになった。2012年には指導者としての功績により、ルプガから特別賞を受けた。また、全米女子オープン、スカイ A、全部見せます。ゴルフシリーズなどのテレビ解説者としても出演している。このため2013年現在も、反応、反ゴルフ生活中である。 2013年5月1日より1ヶ月間、日本経済新聞の私の履歴書に連載。同郷の倉本正宏日本プロゴルフ協会会長に、懇願され2014年7月、PGA 初の女性理事に就任した。各種スポーツ賞の受賞歴も多く、1987年に日本プロスポーツ大賞を受賞。女性選手個人では2012年まで。 唯一の受賞者である。2005年に世界ゴルフ殿堂入りも果たした。日本人ゴルファーの世界ゴルフ殿堂入りは2003年の樋口久子、2004年の青木勲に続いて史上3人目。日米のツアーでの活躍など世界的な活躍から国際投票部門で選出された初の女子選手である。2006年7月より東京スポーツで祝。 伝道入り記念、岡本綾子ゴルフのすべてが連載された。2005年12月20日、文部科学省からスポーツ振興に功績があった、スポーツ功労者に選出された。郷土からは1993年に、広島県民栄誉賞を受賞し、2005年には、秋津町名誉町民になっている。2012年には、佐伯美希らとともに、初代の、 東広島 PR 大使に就任した。2014年12月16日、第3回日本プロゴルフ殿堂入り検証者に選出された。女子ゴルフのみならず、戦後の女子スポーツ界に多大な足跡を残した人物。また、ジャンルは違えど、野茂秀夫はじめ、一郎や松井秀樹に代表される、現在の日本人スポーツ選手のアメリカにおける、 成功の先駆けになったアスリートである。文芸春秋編集部は、1988年に観光した文芸春秋に見るスポーツ昭和史全三巻の後書きにおいて、昭和のスーパースポーツマン10人に、小田美きを、人見みきぬえ、双葉山、川上哲次古橋博之進、白井義夫力道山、長島主を、上村直樹と共に、岡本綾子を選んでいる。 2006年、カナダの CBC スポーツが、日本の偉大なスポーツ選手住人として、大皿春、アントニオ猪木、木村正彦、一郎、田村良子、大宝、高橋直子、荒川静香、鎌本邦重と共に、岡本彩子を選び、ゴルフグレート、と称えた。一郎のバッティングのベースは、岡本のスイングを参考にしたものという。一郎の父、鈴木信幸が、 岡本の美しいフォームから男子選手顔負けの飛距離を出す。その打ち方を見て、か細い一郎に参考にならないかと研究。一郎打法の大きな特徴であるインパクトの瞬間に体重を軸足から前側の足にスムーズに移すことと上半身の大きなひねりによって、より強い力をボールに与え、速くて強い打球を打つ。こういったアドバイスを一郎に与えた。その後、 中学、高校、プロを通じて、間の取り方を除いて、一郎のバッティングの基本は、小学校時代から変わっていないという。野菜ではピーマンが大の苦手。自宅の家庭菜園でも、ピーマンだけは、絶対に作らないことに決めているという。岡本は、著書、あやこ、A ライフストーリーの中で、ソフトボールをやめた後、ボーリングやバスケットボールも進められたが、 ゴルフを選んだ理由の一つに、ゴルフ場は空に囲まれたまさにカントリーで、田舎者の私にはぴったり。私が一番安心できる環境だったと話している。しかし、親族への連絡は常に怠らない。横浜在住の兄の長男による施設ファイクラブサイトは一部で愛されている。ルップがツアーテストは二度目の挑戦で合格。当時の日本の女子ゴルフ界はまだまだ発展途上で。 トーナメントは年間20試合ほど。樋口や佐々木雅子などごく少数のトッププロだけが日本で春先の試合の行われていない時期を利用してアメリカのツアーに遠征した。それまで日本人選手はあくまでも日本女子ゴルフ協会の会員であり、日本国内でのトーナメント出場を最優先に日本でのプレーを基本に考えるものと考えられてきた。ところが、 岡本は、所属先の大和坊を通じて、日本女子ゴルフ協会に、アメリカツアー挑戦と、国内試合の大部分欠場の了承を求めた。それまで選手がアメリカへ行ったきりになって帰って、来ないという処意、ルップがツアー、フル参戦の表明などしたものはなく、岡本の申し出は、前代未聞のものであり協会側と揉めた。さらに、岡本綾子、アメリカ上中へと、新聞がすっぱ抜くと、 マスメディアも大きく取り上げ、プロゴルフ界全体を巻き込み騒然となった。ほとんどのマスメディアは、岡本の降る参戦を後押しする報道を行ったが、協会側の見解が出ないままに渡米した、岡本の後を追うように、ある週刊誌が岡本のインタビューを歪曲して、岡本綾子激劇白、さよなら日本。女子プロゴルフに、もう愛想がつきましたという記事を掲載し、 センセーションを巻き起こした。ありがとうございます。